よし、じゃあね、本体に戻していきましょう。よっこらしょう。なんかね、やたら硬かったんだよ。これ、こんな硬いんだ。ってことはだよ。そんなにアウターバレルがぐらつくことはないのかなと思いきや、実は、これ、G3 ってアウターバレルがこの辺まで来てて、で、アウターバレルとインナーバレルの間に相当な隙間があるんですよ。でね、この中で結構暴れてて、ガタ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 。それもね、ちょっと後でね、修正してあげようかなと思ってます。よし、じゃあ、組み上げていきましょう。よいしょ。よし、入った。あら、ケツが入ってね。よいしょ。よし、ケツ入った。よし、入った。オッケー、オッケー、入った。いいね。よし、そしたら、ここをね、ちょっとだけ軌道修正しなきゃいけなくて、くそ、出てこないよ。よし、くそ、あともうちょいなんだけどな。よし、掴んだ。よし、じゃああとはこことここをつないであげて、よし、でこう、なんだろう、線を引っ張りながらこうやってやらないと収まらないようなちょっと設計にしちゃったので、よし、入りましたね。 OK、 よし、だいぶ形になってきたでしょ。よし、じゃあね、シコシコ戻していきましょう。よーし、一旦ささっと組み上げてみました。いやー、本当にフレームに収まりきらんな、これ長すぎてよーし、じゃああとはバッテリーのね、ちょっとコネクター、これラージバッテリーのままなので、これをね、ちょっとミヤミニコネクターにね、ちょっと変更しようと思います。と、まあ今回はね、リポバッテリーを使うことを前提にしているので、これこれ便利なやつ。おお、抜けろあ、抜けた抜けたよいしょ、勝てーなこれあばっち、よし抜けた。いや、ラージ勝てーな。よっこらショーの、よいしょ、よし抜けた。オッケー、よいしょ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 抜けた。オッケー、じゃあもうこのラージは使わないと。じゃあここ適当にバチバチ切ってミニエスにしちゃいましょう。よいしょ。でミニエスは、この T238 のね、添付品を使いましょう、せっかくなんでね。だからこっちか、多分これ。 OK、 合ってる。よいしょ、ほっ、せーの、ドンタコス、せーの、野蛮人。よし、 OK、 せーの、山、せーの、海。よし、OK、 完璧っすね。じゃあこれをいつも通りね、間違いないようにバッテリーに挿したままいきます。手前が黒、向こうが赤。お、ピピピって言ったよ、ほほー、イエー。よし、ちょっと突っ込んで動かしてみましょう。きた、よし、完成。よし、じゃあちょっとね、まずはセミで。おお、いいね。今ね、ちょうど設定をダブルショットにしてます。いいでしょう、 G3SG はでダブルショットできる電動ガンってありますか、ありますか、ないでしょう、すごいでしょう、これだけいいね、い
いいね。で、今3点バースト。いいね。そしてこれにしかできない、テレーン。すごいでしょ、すごいでしょ。しかもちゃんと誤作動防止用の蓋付き、もうこれのおあつらい向き。よし、一旦ね、組み上がりました。